11番の山口ロングスロ ーヘディング、はい、ここ入りましたか。入りました。先制は群馬の前橋商業。ロングスローからのセットプレーからの先制となりました。最後は9番中曽根でしょうか。群馬代表前橋商業16大会ぶりの初戦突破へ、まず先制点です。やっぱ点を取らないと勝てないっていうことだと思いますよね。はい、ああいうボール形でチャンスになるが、シュート、うまい。後半28分、うまい。上村が点を追いつきました。ようやく掴んだ1点。いやもう最後は20番の小林。今長吉君からですかね、ワンタッチは。はい、欲しかった。同点がここで出ました。上村学園です。長吉君のキックは、はい、そして若水なんですね、この展開ですよね。クロス、はい、低いクロスでしたが、あっと左足シュート入った。なんとなんとここで逆転。下川男です。一気に逆転に成功しました。上村サッカーリプレイです。はい、ここですね。はい、少しマークのズレも生じましたし、まずこの最初のこのクリアですよね。これが今までずっとちゃんとクリアができていたんですけれども、ちょっと弱気になってきてるかもしれないので、